はい、おはようございます。7時25分ここどこでしょうって言ったもね、毎度おなじみの札幌駅の南口です。今日ね、これからね、待ちに待った、旭川から、臨時の、季節列車ですね、急行列車花旅宗谷に乗って稚内まで行きます。まあ、札幌から出てるわけじゃないんで、ね、まず旭川まで行かなきゃいけないんですけども、旭川へは朝8時ちょうど発の特急ライラック5号に乗って旭川9時25分着で、10時13分発の急行花旅宗谷に乗って稚内まで行きます。いや、今までちょっとね、あったかいっていうかね、寒くはないんですけど、今ちょうど風が出てきてね、ひんやりしてるんですけどもね、まあでもね、あのコートもいらずにスウェットパーカーかな、パーカーみたいな感じで来ております。ではね、天気曇り空なんですけども、ちょいちょいこういった晴れ間も見えてるんですが、まあ東北に行くにつれね、天気どうなってくるのかちょっとね不安ではあるんですけども、ひとまずね、これから稚内に向かい、馬へに旭川に向かいます。では今日も一日よろしくお願いいたします。宗谷線長山行きの普通列車は7番線から9時32分、稚内行きの花旅宗谷号は3番線から10時13分。今日も JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終着旭川、出口は右側4番線に到着いたします。今の時間が9時35分ということで、これからね10時13分発のね、臨時の急行列車花旅宗谷号に乗って、ここ旭川から稚内まで行きます。通常ね、特急だとね3時間45分くらいで、まあこの区間を結んでるんですけども、今回ね花旅宗谷号はね、なんと6時間28分かけてここ旭川から稚内まで行きます。入線時間がね9時50分くらいと聞いてるんで、ね、早速旭川駅3番線の方に向かいたいと思います。
とうございます。ありがとうございます。今ね、新旭川の駅で2分ほど運転停車をしまして、ここでね、石北本線と分かれました。これ目の前、ずっと右側行ってるのが、石北本線で遠軽、北見網走方面に向かいます。今ね、列車はね、宗谷本線に入ってきました。今ね、旭川運転所のところを通過しております。今ね、時速85キロくらいで走ってる。キハ40とかキハ54止まってますね。暑いですね。もうすぐするとね、あの JR 北海道ラッセル車がね止まってるんですよね。ほら、もうね、この時期はね、もうほとんどお役御免かなっていうところなんでしょうね。ありがとうございます。かわいい。駅がえらいことになってる。はい、ピップといえばね、なんかピップ歴版の CM で有名なあのピップ駅なんですけれども、自分はね、あの80年代、意外とね、子供の頃なんですけど、世代なんで、懐かしいな。なんかこういうのもあります。ピピカフェっていうらしいですね。
塩金駅を通過しまして、ここから、下り勾配が続きます。さっきまで力強いエンジン音が、聞こえて一生懸命登っていたんですけども、ここから先はね、もう蛇行で蛇力で坂をずっと下っていくだけなんで、ね、キハ40もすごい楽だと思います。志別駅に到着しました。何やらね、なんかユニフォームを着た男の子たちがね、出迎えてきてるようなんですけど、何でしょうかね。すごいブラスバンドがなんか流れてますけど、ありがとうございます。志別サムライブレイズっていうチームの方だったんですね。志別駅です。11時45分到着で12時5分、出発まで約20分、停車です。なんかここでもね、すごい、吹奏楽だったりとか野球部員だったりとか、すごい、盛大なお見送りとかお出迎えがあります。
はい、名寄駅です。名寄駅はね、通過扱いなんですけど、一旦こうやって止まってね、要はね、運転停車みたいな形になるようです。いや、名寄駅をね、通過扱いってね、なかなかないですよね。なかなかって全くないですよね。名寄駅を境に宗谷本線ね、なんかね、雰囲気が変わるじゃないですか。旭から名寄って結構ね、高速化事業でスピード速いんですけど、名寄から先ってね、結構ゆっくりなんですよね。あの、線形も悪いですし。はい、名寄駅を出発しました。12時43分到着で13時03分の出発です。外出てみましょう。でもなんかゆるキャラがお出迎えをしてくれてます。なぜかね、美深町スバル推しなんですかね。しかも SF 型、 SF のフォレスタ今も見ないですよね。懐かしい、 SF5 ですか。いいよね。実はまあ昔自分もね、 SG5 とか SG9 のね、フォレスター乗っていたので懐かしいなと思うんです。それより古い SF5 とかね、いや懐かしい。駅構内は賑わってますけど、こうやって誰もいないブックギャラリーとで村上春樹の本がいっぱい置いてるようですかね。
松浦武四郎が武四郎が流域の調査でこの地を訪れた際に日本の北にあってアイヌ語のこの国に生まれたものを意味する海という言葉に旧領土を示す道をつけ北海道という呼び名をこの地で発案いたしました。進行方向左手川の向こう岸に北海道命名の地の日が見えてまいります。なんですけどもちょっと遅れてるで25分くらいの、停車みたいですね。14時46分の出発です。ここで、ネットで注文したお弁当のピックアップがあります。すごいね。今停車駅の中で今までの停車駅の中で一番こう車というか人が多いよ。すごい。はい、手塩中川に到着しました。ここで一旦ね弁当のピックアップをしようと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。先にね弁当のピックアップしようかなと。すいません、お弁当のピックアップに来たんですけども、はい、はい、これは明日です、はい、もう行くのは。このポストもなかなか今は見ないよね。すごい。
さあ、まもなくね、出発の時間がやってきました。今の時間が14時42分なので、あとまあ 4,5 分で出発というところですね。皆さんね、ゾロゾロと、車両の中に戻っていってます。駅に到着です。15時20分、到着で15時40分出発なんで約15分20分くらいあるかなというところなんですけど、ちょっとねスマホのねバッテリーがちょっとヤバめなんですよね。でね、充電コードね1個なくしちゃったので、今どうしようもなくてしょうがないから近くの、スーパーかなんかに1個レンタルがあるみたいなんで行こうかなと思ってるんですけども、はい、ね、駅からね200メートルくらいあるとこかな、ね、スーパーマーケットがあったんで、そこでねモバイルバッテリーがね2つあったんで、ね、これレンタルしました。いやーなんかねコートね多分旭川駅で、ね、落っこどしちゃったんでしょうね。まあしょうがない。you
石井さん若干左奥の方に見えます。前ではなく若干後ろ側をご覧ください。列車の進行方向左側見えております山が石井さんです。本日若干霞んで見えますが、見えた分だけラッキーじゃないでしょうか。今日この天気だと毎日見られる山ではないという点、皆さんよく覚えておいてください。日光方向左側に見えておりますのが利尻山、その右側に細長く見える島、皆さんご覧いただけますでしょうか。こちらが礼文島になっております。こちらも国立公園に指定されております。利尻島は利尻ひなしげなどの島固有の草花が見られ、礼文島にも300種類以上の高山植物があります。正式名称利尻山と申します。日本100名山の一つに数えられております。この利尻富士標高1721メートル、結構高い小山となっております。利尻島の利尻町、利尻富士町の2町にまたがる独立峰です。先ほどからご紹介の通り、右肩は日によって様々でございます。南稚内の手前でね、いきなりね急ブレーキかかったんですけども、なんか野生動物が前を横切ったということで、一応ね接触はしてないみたいなんですよね。急停車でお怪我をされたお客様いらっしゃいましたら車掌までお知らせください。結構ね急ブレーキがかかったんですけどもね、今ね関係各所に連絡を取ってこれから出発ということだそうです。Thank you.
ただきまして誠にありがとうございました。稚内の1個手前の、南稚内です。南稚内で、運転停車ですね。上下、反対方向の列車の行き違いだそうです。南稚内で、ね、こちら側のホームに泊まるのってね、すごい珍しいというか、めちゃくちゃレアですよね。稚内行きでもね、あの旭川方面行きでもね、だいたいこの一番線というかね、駅舎に一番近いホームに泊まるのがね、常なんですけども、ね、はい、南稚内でもね、社員の方がね、こういったね、のぼりを持って、のぼりというか横断幕ですね、横断幕を持ってお見送りをしてくださってます。通過駅なんですけどね。いやーなんかね、いいですよね。はい、南稚内を出発しまして、次が、終着の稚内に泊まります。日本最北端の駅の稚内に到着します。ここから、ね、約 2,3 分で着くところなんですけどもね。3分遅れてご迷惑とか全然迷惑じゃないですよ。まあこれね、宗谷本線とか北海道で野生動物多いんでね、3分くらいだったらもう定時の範囲ですよね。いや今日ね、天気どうなるか分からなかったんですけどもね、結構ね見通し良くて、オーロラ見えるかな。今日ね、実はね、あのオーロラ見える日なんですけど、稚内でもねオーロラ見えるっていう話もあるんですけど、出発して6時間30分終着の稚内到着です。稚内駅もね、こうやってね横断幕を持ってお出迎えしてくださってます。到着です。どなた様も車内にお忘れ物のないようご注意ください。こんにちは。
はい、終着の稚内に到着しました。今日の気温が、今の気温がね 12.1 度ということで、そんなに寒くはないですけどね、まあもう1枚上に羽織ってもいいかなっていう、そんくらいでも生なくてもいいかなっていう感じですね。旭川をね10時13分に出発して約6時間30分いや普通の特急列車で3時間45分かかるんですけども、いや楽しかったですよ。はい、なかなか切符取れないっていうのもね、人気があるのもすごい分かりました。今回の動画はね、ここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね、これね、花旅宗谷人気があるのはわかるな。10時打ちなかなか取れないですもんね。また来年乗ってみたいと思います。ありがとうございました。